北アイルランドのカウンティ北アイルランドのカウンティは1921年に創設されてから1972年までの期間における北アイルランドの主要な地方行政区画。アントリム県、アーマー県、ダウン県、ファーマーナ県、ロンドンデリー、デリー県、ティロン県の6県があり、これら諸県は歴史的なアルスター地方のおよそ3分の2を占めている。日本語では 州と約スレもある。ただし高度な自治権は持っていない。ノルマン人のアイルランド侵攻以降のイングランド勢力によるアイルランド支配の下では、アイルランドの各地方をさらに細分化する主な区分としてカウンティが設置されるようになった。県の設置は13世紀から17世紀にかけて行われたが、現在の北アイルランドに相当する地域における カウンティの数や境界が確定したのは1604年から始まっていたアルスター地方の分割が1607年の伯爵たちの退去によって実現して以降のことであった。今日のカウンティは17世紀初頭に確定されたものであるが一部の県はそれ以前から何らかの形で地域として成立しており、それに若干の境界の修正が加えられて現在に至っている。 それぞれのカウンティにはカウンティータウンが設けられ、式裁判所や巡回裁判所が設けられていた。アントリム県、ダウン県の両県の起源は、ジョン・ド・カーシーによるウラット征服によって設置されたアルスター伯爵寮に遡る。13世紀末から14世紀にかけて、ノルマン人の勢力拠点であったアントリム、キャリック・ファーガス、ニュータウナーズなどの周りに、 行政上のカウンティが設けられるようになっていった。1315年から1318年にかけてのブルースのアイルランド侵略によってアルスター伯爵領やその支配下にあった近隣のゲール人地区は荒廃した。1333年にとバラヤ最後の男性伯爵であったウィリアム・ドンドバラが殺害されると伯爵領は徐々に他の勢力に侵食されるようになり、 15世紀には、キャリック・ファーガス周辺とダウン一帯の沿岸部しか残っていない状態になっていった。アルスター地方がさらに細分化されて県が増えたのは、エリザベス一世女王地下のことで、その時点で、すでに存在していた領主教会を踏襲する形で、県境の確定が行われた。1584年、アイルランド総督サージョン・ペロットが、アーマー県、コールレーン県、 ファーマナ県、ディロン県の各カウンティを設けた。キャリック・ファーガスは1777年まではカウンティから独立したカウンティと同格のカウンティタウンとして扱われていたが、これ以降はアントリム県の一部となった。カウンティにはカウンティとパリッシュの中間の区画であるバロニーが多数設けられていた。バロニーは現在では行政区分としての機能はもはや持っていない。 また、その教会の一部は、歴史ミカドなアイルランド人諸部族の教会が反映されている。アルスター全域において、アルスター植民の一環として、もともとあったアイルランド継承王国の領域が、バロニーに置き換えられていったのは、17世紀初めの頃までのことであり、バロニーは、課税や行政の目的で使用された。17世紀から19世紀にかけて、バロニーは、 様々な記録のために用いられ、ウィリアム・ペティによるダウンサーベイ、測量と分布の書、19世紀の評価調をル類や人口調査などがバロニーを単位として構成されていた。カウンティは地方行政法アクト1898によってアイルランドに導入。これらの制度は北アイルランドでは1972年に廃止され、 新たに26の単一自治体が創設されたが、その多くは従来の県の境界をまたぐ形で領域が設定された。従来の6カウンティ、2カウンティバラは行政以外の目的ではその後も存続しており、自動車のナンバープレートなどにも反映されている。また、1996年まではロイヤルメールによって郵便番号システム上の地域区分として用いられていた。 イギリスにおけるカウンティ総督の管轄区域。北アイルランドはオレンジ色で示されている。イギリスの他の地域と同じように北アイルランドも県総督の管轄区域に区画されている。これらの地域ごとに県総督、すなわちイギリスの君主の名城が置かれている。北アイルランドは八つの県総督区域が設定されており、アントリム県、アーマー県、ダウン県。 ファーマナ県、ティロン県の各県総督に加え、ロンドンデリー県総督、シティオブ、ロンドンデリー総督、ベリファスト総督が任じられている。6県からなる、現代の北アイルランドの領域に、かつて存在していたカウンティとしては次の例がある。ありがとうございます。